で、いよいよリンゴルフフューチャーズトーナメントデイ2です。今日もピート台4日間ピート台ピート台トーナメントコーストーナメントコースという順番に決まりました。ということで始まります。2日目デイ2です。1番ホール修理のためネットパースタートの2番ホールからスタートします。うん、ナイスロー。さあ、昨日2オーバー、今日はアンダーで跳ねることができるか。フェアウェイ右、距離が出ているのでラフまで行ってしまった可能性があります。この2番ホールはピッタリの中でも距離がいい難関ホールです。左側はずっと池です。フェアウェイ右、ナイスショットです。ナイスショット。2番ホールパー4第2打地点に来ております。その笹原選手残り175ヤード、あと3日間、1日2アンダーから3アンダーで取り戻していかなければいけません。ちょっとスライスがかかりグリーンの右手前15ヤード、20ヤードショートです。翔太選手145ヤード、グラスバンカーとフェアウェイの間のラフからのショットですが、ボールは完璧に見えてますのでライ的には問題ありません。ピンに向かってまっすぐ飛んでいます。距離的にはどうでしょうか。あ、ピン範囲につけております。ナイスオン。和田選手140ヤード、これもピンに向かってまっすぐ飛んで距離は、あ、ちょっとショートです。ショートからの、あ、ちょっとショートでした。笹原選手約残り25ヤードアプローチ、ちょっとショートか。でもかなりのところまで寄ってまいりました。和田杉で選手約10ヤード。2番ホールのグリーンはかなりダメージが来ております。8月中旬まであと2ヶ月。おお、惜しい。果たしてグリーンコンディションは治るんでしょうか。ピート台は今年の QT に使用されるのでしょうか。翔子選手2番ホール7メートルのバーディーパット。スライスラインを読み切れません。ナイスパー。ナイスパー。ナイスパー。3番ホールパー3、左はずっと池、ピンポジは真ん中、攻めていけるピンポジです。グリーン右手前にショートです。先ほどと同じような形、20ヤード弱残っています。ピンの右に綺麗に飛んでいますが、距離はどうでしょうか。ピン右にナイスオンです。ナイスオン。2ピン 1.5 ピンぐらいのバーディーパットになります。
昨日は3アンダーと非常に好調な翔華選手、2日目この長い3番攻めてくるでしょうか。かなりドローの効いたショットで、グリーン右ラフにこぼれてしまいました。3番ホールグリーン上にやってきました。スミレ選手見事に1オン約3メートルのバーディーパットとなります。笹原選手先ほど同様苦しい立ち上がり約20ヤードの寄せです。スピンをかけるような形でできました。おナイスショー。今超スピンをかけようかの打ち方、あちょっと抜けてきました、カットしてたよねナイスパーナイスアップアンドダウンでした。これはどうか、1メートル、ナイスショー。さあ、スミレ選手バーディーパットになります。ナイスパー。1メートルですが慎重にラインを読んで、うん、ナイスセーブ、ナイスアップアンダウン。短いパー5、2オン可能です。うん、ナイスショー。うん、ナイスショー。よいしょ、見事にど真ん中です。この3番のグリーンのうねりはかなり厳しく、寄せが難しいホールとなっていますので、自分の好きなサードショットの距離を残せるようなショットが打てるのが重要になってきます。フェアウェイ左にナイスショットです。右から、かなり右からの、フックがかかっていますが、ちょっと見えません。届いたのでしょうか。笹原選手3番ホールアプローチ、52ヤードのアプローチです。寄せ1バーディーになるか。うん、ナイスショー。さあ、翔華選手40ヤード。うん、ナイスオン。さあ、スミレ選手はバンカーから第3打。寄せ1バーディーになるか。ショート、ショート。ちょっとショートしてしまいました。和田選手バーディーパット約4メートル50、上り打ち切れるか、読み切れませんでした。約1メートル、簡単ではない下りのスライスパットが残ってしまいました。さあ、翔華選手約2メーター50、今日も幸先よくアンダー先行で一日が始められるか。ちょっとフックの具合を
読み切れませんでした。ナイスパーでした。さあ、ハム選手1日2つずつオーバーパーを消していく必要があります。幸先のいい第1弾となるか。ナイスバーディー、ナイス。ナイスショー、ナイスショー、ナイスショー。5番ホールパー4、第2打目、残り190ヤード。ピンの右に向かってまっすぐ行ってます。さあ、距離はどうなるか。見えた？真横ぐらいで、あのちょっとグリーン外れてる。おー、はい、右ラフだそうです。残り約175ヤードでしょうか。ちょっと左にちょっと外れた。相性が難しいライでした。170ぐらい、75とかですね。75。これも左に、左ラフです。まずは和田選手からになります。左ラフに外してしまいました。残り約15ヤード。ピンがグリーンエッジにしかいだめ、かなり難易度の高いアプローチになります。あ、ちょっとトップしてしまいました。トップしましたが戻ってきて十分メイカブルなアプローチになりました。さあ、翔華選手はこれエッジおよびグリーンをかなり使えるショットになってます。おー、ふわっと上げて、ナイス、ナイスアプローチ。おー、ナイス、素晴らしい。うまかったね、今のは。はい、よかったです。これは寄せるというよりは狙いたいショットです。フックライン、由美選手公約の1日2つずつをここで実現できるか。おー、来た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 。あ、惜しい。ナイスアプローチ。さあ、スミレ選手はこれをねじ込むことができるか。おお、ナイスアップアンダウン、ナイスセーブ。ということで皆さん寄せてパーでした。ちょっと左すぎかな。向こう左ラフ、あのカート道まで行っちゃってるかもしれないな。お、ピンに向かってまっすぐ、距離は見えない。スメジャー見えた？見えない。なんか音が聞こえて。見えず、なんかエッジのとこにあるのかな。よくわかんないや。んー、ちょっと左、これもちょっとカート道まで行ってしまったかもしれません。翔華選手かなり難しい140ヤードのアプローチです。15ヤードの転がしが必要になってくると思います。15ヤード手前に落とせるか。かなりダウンヒルになっております。うまく打った。あ、転がしてますが止まらない、止まりません。グリーンを出てしまいました。もっ
と高く上げないと止まりません。今の止まらない具合を見て笹原選手も考えています。かなりふわっとした球で上げないとボールが止まってくれません。翔花選手の寄せを見てからの下です。ふわっと上げられるか、難しいショットでした。ふわっと上げて、これはナイス、ナイスです。あ、止まるか、止まらない。さあ翔花選手しのげるか、ボギーでしのげるか、重要な寄せの一打です。うん、ちょっとトップでがっつり入ってしまいました。翔花選手ピンチ、下りの速いパットが残っています。今日のピンポジは昨日に比べてかなり難易度が上がっているようです。よし、さあ笹原選手、これボギーパットになります。ぜひとも入れたいところです。スミレ選手は双方のパットを見ているので、まあ、上がり具合は出るはずです。パーパット、ナイスパー、ナイスアップアンダウン、うん、フェアウェイ真ん中、ナイスショット。うん、ナイスショット。フェアウェイ右、同じくナイスショットです。先ほどのパー3は荒れたパー3になりました。翔花選手、バウンスバックどうか。チェック右に出ています。ダメか。フェアウェイ右でしょうか。ピンに向かって、ピンの右に向かってなって、若干ショートです。もう少しでした。何ヤード？190。ちょっとフックがかかりすぎて心配です。あ、土手に当たって、下にまでは追いきました。ギリ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 止まりました。180ヤード、アゲンストです。ん、ここからドローかかるか、かからない。フェアウェイ右、グリーンの右に乗ったか乗らないかぐらいです。かなり長いパットが残っています。翔花選手左に少々引っ掛け気味のショットで池ギリギリで止まりましたが、約25ヤードの上りのアプローチが残ってしまいました。しのぐことができるか、しのがないと昨日の貯金を全部食い潰してしまいます。見事なアプローチ、ナイスアプローチ、見事なアプローチでした。素晴らしい。笹原選手も約30ヤード弱の
これはグリーン50センチ手前からのほとんどグリーンを使ったアプローチショットになります。約1メートル20センチ隅で選手のバーディーパット10メートル。これは距離を合わせてパーを取りたいところです。打ち切れません。残り約1メートル苦しい展開になっております。ちょっと引っ掛け気味になってしまいました。菅原選手2パットで沈めることができるか。うん、ナイスセーブ。ナイスパー。